イスラエル回復党は、イスラエルの政党である。イスラエルの回復力とも言う。イスラエル国防軍の元参謀総長であった、ベニー・ガンツにより2018年12月に、設立された。2019年4月に施行された第21回、イスラエル議会総選挙に、政党連合、青と白に参加した。2018年9月、ガンツは、法の規定により、 参謀総長退任後、3年間クネセトに立候補、できない期間が解除され、国政に進出することを表明。12月27日、前日に、クネセトが解散されたことを受けて、選挙管理委員会に109名の名簿とともに、イスラエル回復党を政党登録した。2019年1月29日、陸ードを離党した元国防省であるモーシェ・ヤーロン。 率いる新党テレムと政党連合を締結することで合意。2月7日には第一次候補者、名簿7名を発表した。2月16日、イスラエルの労働組合ナショナルセンターである、ヒスタドルート議長のアビニッセンコーンを選挙名簿に掲載することを公表。2月21日、中道勢力の結集を果たすため、イエシュアティットと政党連合。 青と白を形成することを発表。総選挙で、青と白は、リクードと並ぶ35議席を獲得。しかし、右派、宗教政党で過半数を獲得したリクードの、ベンヤミン・ネタニヤフに組閣を要請した。しかし、ネタニヤフは、組閣に失敗。青と白に組閣要請をさせないため、再び、クネセトを解散した。ベニー・ガンツ、ありがとうございます。